Hey guys, welcome to my channel. I'm Daisuke. Today, I will cook ginger pork, 生姜焼き. So let's get started. そして必要な材料が、ピーマン、玉ねぎ、生姜、豚肉。豚肉は、こう、薄切りね。こういう感じね。ちなみに今回使う豚肉の量は 80g から 100g ぐらい。砂糖、醤油。あとは付け合わせの野菜にキャベツのみじん切りなんかあるといいね。まずは生姜をすります。こんな感じにすってください。そしてこれをよく混ぜておきます。ちなみにここでみりんを小さじ1ぐらい入れるとちょっと味がこうまろやかになるっていうかな。そして次は豚肉の筋切りをしていきます。ここの油とこの肉のとこにこう切れ込みを入れるね。こう大体ここ 2,3 センチかな。そしてあとここの部分にも ここもね、この切れ込みを入れると焼いた時に豚肉がこうピュッてもう内側にこう曲がっちゃうのを防ぐことができるね。じゃあ他のやつもやっていきます。そしてお皿にこの肉をこう並べてって、で生姜焼きのタレをこうかけていくね。こうそしてなるべくこう全体がこうねタレにこう染みるようにこうしていくね。あとはこれにラップをして冷蔵庫の中で10分から20分ぐらい寝かせて味を染み込ませます。そして次は野菜を切ります。まあ、玉ねぎはこういう感じで結構さ、日本ではさピーマン嫌いな人って多いんだけど他の国ではどうなんだろうね。まあピーマンの切り方は好きに切っていいです。それでまずは野菜を焼いていきます。野菜を先に焼く理由はまず野菜から水分が出るってのと、そして野菜にはやっぱり火通りにくいね、肉よりもね。だからちょっと先に焼いておきます。まあこのぐらいでいいかな。そしてこの野菜を皿にこう一回取っておきます。そして肉を焼いていきます。このタレも入れてね。ここで焦げないように注意して。ていうか筋切りしたけど曲がっちゃったね、これね。そしてこの中に野菜を入れます。
これで肉に火が通ったら完成です。はい、生姜焼き完成しました。それじゃあ、いただきます。これ切ればよかったかな、俺ちょっとね。うん、美味しい。うん、レストランで例えばこの味噌汁とご飯とこういう生姜焼きとかこういうセットのことを定食っていうね。よく生姜焼き定食とか焼き魚定食とかこういうのよくレストランに行ったらこうメニューにあるね。ちなみにこれさっき筋切りしたけどこう肉沿ってるね、こう内側に。多分表と裏に両方ともこう筋切りすればよかったと思うんだけど、まあ食べられるからいいんだけどね。この肉やばい。今日はこれはね、カナタさんの豚肉。お腹いっぱいだ。ごちそうさまでした。それじゃあね、バイバイ。またねー。